ケニアにおけるコーヒー生産は、生産、加工、販売、オークションでの共同組合的システムが特徴的であり、一貫した考量に従って生産されている。約70%のケニア産のコーヒーが、小規模農家の手によって生産されている。2012年現在、ケニアには15万人のコーヒー農家がいると推計されており、別の統計によると、 600万人のケニア人が直接的、または間接的にコーヒー産業に従事している。主なコーヒー生産地は、ケニア山周辺の高地、アベテイア山脈、キシー、ニャンザ、ブンゴーマ、ナクル、ケディチョテアリ、この他東部州のマチャコスやタイタ丘陵、海岸州でも、それぞれ小規模生産されている。ケニア中部の高地の酸性土壌、適度の日光と降雨は、 コーヒー栽培に最適である。ケニア産コーヒーはコロンビアマイルドタイプであり、強い風味、ココアのような特徴的な心良い方向で知られており、またボディがしっかりしているため、フレンチローストまで焙煎しても味が薄くなることはない。このため、高品質のケニア産のコーヒーはブレンド用としても人気が高く、世界中で取引されている。しかし、 現地でのコーヒーの生産ブームと価格の不安定さから、ケニアでの生産量は1987年8月の13万トンから2011年11月の4万トンまで下落している。ケニアのコーヒープランテーションコーヒーの原産地と一般的に考えられているエチオピアに地理的に近接しているにもかかわらず、ケニアでは長年コーヒーの工作は行われていなかったが、 1893年にフランスの宣教師によってレユニオン島からコーヒーがもたらされたという説がある。ケニアの首都ナイロビ近郊のミッション農園はケニアにおけるコーヒー生産発展の中核であった。イギリスが1900年にコーヒー生産をケニアに導入したとする説もある。一般的にはケニアコーヒーの種類の一つとして知られているがケニア A は実際は ケニアのコーヒー等級の一つである。等級は、生豆所でない火を取り除いた後に、重さや形に応じて付けられるものであり、各等級の基準は、以下の通りである。ケニアには7つの認可生豆所といくつかの、施設生豆所がある。推薦式生製法を使っていない、コーヒーチェリーは、ムブニと呼ばれ、以下の二等級に分類され、全生産量の10%前後を占め、 一般のコーヒー豆より安価で取引される。ケニアコーヒーの取引方法は二つある。一つは、ナイロビコーヒー取引所で毎週火曜日に開催されるセントラルオークションであり、ケニアコーヒープロデューサートレーダーズ協会の管理下で登録売人の競理によりオークションで売買される。もう一つが、第二の窓と呼ばれる海外商人との直取引であり、 政府コーヒー局の全般にわたる監督のもとで行われる。コーヒーはサイザル朝の 60kg 袋に入れられるが、競売は 50kg 袋を基準にして行われる。以下はオークションにおける等級別の平均価格のサンプルである。カルングルコーヒーの応援、ありがとうございます。